バート・ローダフ派。バート・ローダフ派は、ドイツ連邦共和国オーバー・フランケン養成管区、コーブルク軍に属する都市。バイエルン北部で最も暖かい温泉位を持ち、1999年以降は、薬島の都市となっている。バート・ローダフ派は、チューリンゲン州との宗教からほど近い、北部バイエルン、コーブルク軍に位置する。コーブルクから約1 6トル北西。 東の乱下山地、西の暗い筆山地に挟まれ、ローダッハ川が流れるあぜにこの町はある。本市は、公式には19の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。中世初期に、ラド派とも、ロタ派とも呼ばれた。この町の起源は、8世紀後半にまで遡る。最も古い文書記録は、899年のもので、ある。 1300年頃には、マルクト広場の周りに、都市型の集落が形成され、1362年に、死の権利を獲得した。さらに1386年には、死壁が築かれ、1425年になると、裁判刑を獲得した。宗教改革の時代には、ローダフ派にも福音派の宗教信条が持ち込まれた。1531年からローダフ派に、 地方要塞が築かれた。この建築に用いられた石材には、1550年に破壊されたデオルゲンベルク修道院のものが用いられた。三十年戦争では、1632年に地は破壊され、わずかな家を残して焼き尽くされた。1634年にはさらに皇帝軍の略奪に、愛、1635年には飢饉に襲われた。 この基金では808人が亡くなった。その後、町は再興され、19世紀になると、初めての工業工場も設立された。1825年には、西の市壁が破壊され、その石材はまずマルクト広場に面した、消失建造物を蓄するのに用いられた。1857年になると、残りの市壁や、コーブルクモン、門頭も破壊された。 1892年7月1日に、この町は鉄道でコーブルクと結ばれた。1911年には発電所が稼働した。1920年、ローダッハを含むコーブルクアンバイエルン州が設立された。この統合契約では、ローダッハは軍事優都市の地位を与えられていた。1940年4月1日、この町はコーブルク軍に編入された。 1945年4月10日、砲撃の末、アメリカ軍がローダッハを占領した。これ以後、ローダッハは、アメリカの管理地域に属した。ローダッハと、すぐ隣のチューリンゲ源とを分けて、40年間、ドイツ内に国境が置かれていた。1972年3月1日、深さ652メートルから、バイエルン北部で最も暖かい温泉。 摂氏34度が流出すると温泉町としての発展が始まった。温泉を活用するために1973年には温水プールが建設され、1976年6月5日に落成式が行われた。1981年にローダッハは州から保養地としての認可を、1999年に薬党の承認を得た。 九百八十九年、ついに、ドイツ内の国境が解放され、南中林原の隣町、アーデルハウゼンへ通じる道も再び自由に通行できるようになった。九百九十年代には、クアパーク、九百八十九年、温泉の拡張、九百九十六年、温泉療養所、九百九十七年、高齢者センター、九百九十八年などが、 オープンした。1999年に、この町は、バート・ローダッフ派に改名した。ローダッフ派の主教会である西洋ハニス協会は、1350年に、教区協会となった教会で、宗教改革以降は、福音派のルーテル教会となっている。この他の市内のルーテル協会は、ブライテナウ地区、エルザ地区、ガウエルシュタット地区、グラットシュタット地区、ヒルトリッツ地区、 オエティングスハウゼン地区、ロースフェルト地区にある。1957年以降は、ローマカトリック教会もあり、また今日では新首都教会もある。バート・ローダッハの市議会は20議席からなる。ズンガラ、金字に赤い爪を持った黒い獅子。バルトビューネ・ヘルトリットは800席の日差しのある、観客席を持つ。7月から8月には、ハイマート・フェラインス・ヘルトリットで子供芝居や喜劇が、 上演され、コーブルクナッツのオペレッタとして、オペレッタの上演もある。バート・ローダッハ・バルトバート、森のプール。温泉の近く、牧歌的なローダッハ森林公園の真ん中に自然に囲まれた屋外プール施設がある。ローダッハ・リュッケルトサークルは、定期的にコンサートや、朗読会といったイベントを開催している。ジークフリート・イエルサレムや、スザンネ・ケッセルといった、 芸術家も定期的なゲストとし、バーとローダッハを訪れている。このサークルは、スタインウェイ社の一遇に置かれているため、多くの国際的に著名な芸術家がやってくる。1748年に建造された、フランツヨシアス港の狩りの城は、1982年以降、ホテル研究土博物館として使用されている。木材加工、プラスチック加工、 バング製造が伝統的な経済の重心である。現在では観光も重要な経済部門となっている。バイエルン州の修道2 2 0 5がコーブルクからバート・ローダッハ、派、チューリンゲンとの宗教まで伸びている。バート・ローダッハとコーブルクの間の鉄道は1980年代に廃止が検討されたが現在2時間間隔で運行している。このにコブルクから バートローダフ派を経由してヒルトブルクハウゼン至るバス路線もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。